はい、皆さんどうもこんにちは、K です。今回もですね、サブチャンネルまったりやっていきましょうということで、コメントをちょっとピックアップさせていただいておりますので、それに関してね、いろいろ喋っていこうかなと思います。はい、で今回は動画なんですけども、カーボンモノコックはあってもなくてもどっちでもいいわみたいな、どっちかというと僕その見た目重視なんだよみたいな動画出したんですけど、その動画に来たコメントですね。はい、ベイトリールの PE のトラブル云々は使用者の技術レベルの問題なので、極論言ってしまうと下手くそ PE 使うなということになると、いうコメントでいただいてますけども、まあ、確かにそうかもしれないですね。はい、僕の結論としては、今のところね PE であれば4本よりの 1.5 号以上で、しなやかというよりもちょっとガサツな硬い PE を使ってリーダーを長くすれば、トラブルは基本的にはないんですけど、そもそもバックラッシュしまくっちゃう人とかだとちょっと PE は扱いづらいかなっていうのは確かに同意見ではありますね。はい、ちゃんとブレーキセッティングができる人、そういう人がまあやるべきなんじゃないかなと。まあ、ただもう本当に初心者じゃなければバックラッシュのしにくいSV であったりとか DC を使っていただければ、まあ、基本的には大丈夫だとは思うんで、なのである程度もう慣れてきたら全然僕は PE は使えるなと思ってます。はい、いやまだまだちょっとバックラッシュね、ブレーキ設定ミスってやっちゃうんですっていう方は SV にするとか DC にするとかで解決できるんじゃないかなと思ってます。はい、個人的にコルクストレートが好き、最近はラインナップから減ってきていて選べないですが、というコメントをですね、まあ、これはアルティマのモノコックとかよりもコルクストレートが好きっていうコメントだと思うんですけども、そうなんですよね。ワールドシャウロは最近減ってきてるんですよね、コルクストレートのモデルが。なのでかたくなに、いや俺はもう旧型の方がコルクストレートだからもう新型は買わないよっていう人が結構いらっしゃると思うんですよね。うん、で僕も最初はそう思ってたんですよ。やっぱ僕新型で出たけど、ワールドシャウラね、新型で出たけど俺はコルクストレートは確かに好きなんでちょっとこう様子見ようみたいなことを言ってたんですよね。で発売してちょっと時間が経ってくるとだんだんねよく見えてきちゃうというか、何でしょう、最新を使いたくなってきて、結局コルクストレートが好きだったにもかかわらず入れ替えていってるんですよね。1703も今はもうずっとコルクストレートの旧型じゃなくて、セパレートのグリップの新型使ってますし、だんだんこのセパレートの新型が増えていってると。でここで浮き彫りになってきたのが、僕はコルクストレートが好きなんじゃなくて新型が好きなんだなと。なんかそれ前もなんか昨日かな、やってる動画で上げてるかもしれないですけど、僕多分ね新型が好きなんですよ、最新モデルが。うん、なのでどちらかというと僕はコルクストレートがどうのこうの言うよりも新型を買いたいっていう意思で多分動いてる感じですね。要は新しいもの好きだよということですね。ワームは糸ふけ見るけどモノコックで巻物するとき腕とか脇腹に当てて巻くと一定のブルブルが一瞬変則になったりした時に細かい違和感がわかるということで、まあ、これカーボンモノコックの話ですよね。対してカーボンモノコック底物やってる時の地形、ボトムの質がわかるのはすごいと思う。巻物系、特にリップラップにガンガン当てて巻くと気持ち悪いと。まあこういう意見もあるんですよね。だから伝わりすぎんのも気持ち悪いっていうね、うん、それはあると思う。だからバッスリでナイロンフロールとかをもうずっと使ってる人が多分 PE 使うとちょっと伝わりすぎて気持ち悪いって感じるかもしれないですね。うん、多分そんな感覚なんだと思いますね。うん、ちょっとぼやけてた方がいいっていうのも正直うなずける。うん、僕 PE でヘビキャロとかよくやったりするんですよ。スピニングでやるんですけど、たまにね確かに感度はいいわーって思うんですけど、なんかフロロでやるヘビキャロの方がちょっとぼやけてくれて気持ちよくできるなって思う時もあるんですよ。なんか疲れるというかね、その辺は個人差ある部分なんでしょうね。はい。エクセンス系、セフィア系あたりのハイエンドモデルに採用されている斜めカットのカーボンモノコックはエロくて好きと。あ、なんか前もこんなコメントあったな。カーボンモノコックがエロいみたいな。このトライアングルシェイプの、今ここにありますけど、これ見える？これ。こう竿を動かすたびに、こう表情が出るっていう。ほら。ロッドの表情が変わっていくっていう。そういうなんか映り方、考え方ができるという仕様ですね。僕はこれすごい好きですね。はい、同意見。なんか確かに、まあ、エロいのかな？わからんけど、なんかちょっとね、ぬめっとしてるよね。うん。いいね。CM、広告、あ、そうそう、これね、僕、この動画で話してたのが、ちょっと CM 挟みすぎでうざいよというコメントが来てて、でそのコメントに対して僕はYouTuber っていうのは CM を挟む生き物なんで、そこは我慢していただくしかないですねみたいなことを言ってたんですよ。それに関してのコメントでしょうね。CM をカットできなかった昭和テレビの世代は多少免疫力があるんでしょうか。広告はさほど気にならないですねということですね。広告言っても5秒ぐらいでカットできるものもすごく多いんで、できないやつもありますけど、テレビよりはマシなんじゃないかなっていう感じはしますね。でも人間便利になっても結局上を求めるようになっちゃいますよね。釣り具と一緒かと。そうですよね。広告を挟むなっていう人はそういうことでしょうね。広告は仕方ないけど少ない方が望ましいですねと。ここもね、YouTuber のその考え方の違いというか、例えばね、ここで広告を挟んじゃうと見にくいよなぁみたいなことを考えてなくすことももちろん あるんですよ。視聴者のことを優先的に考えつつも、やっぱ広告を挟まないと自分たちも収益が得られないわけなんで、収益が得られなかったらどうなるかというと、投稿しなくなるんですよ。基本的にはみんなお金が入るからやってるっていうのがすごく大きいんですよね。僕もね、その中の一人なんで、現実的に考えて、確かに趣味ではあるので、定期的な動画投稿はやっていくと思うんですけど、多分クオリティはガクッと落ちると思いますね。若干ね、夢を潰す感じになってるかもしれないですけども、でも現実問題、本当にそんな感じ。ちょっとね、だいぶ話が広がってるんで、戻りますけども、企業側にとって広告は逆効果だと思いますけどね、うざいからと。確かにね、そういう考えもあるんですけど、やっぱりね、押す人も一定数いるんですよ。広告っていうのは間違いなく。押す人もいて、で、あとは、結構ね、すり込みっていうところもあって、YouTube でね、とにかくこう、数を流して、頭にすり込むみたいな。一瞬ね、TikTok がなんか、すごいうざい広告とか言われてたのを覚えてますかね。うざい広告って言われながらも、ああやって認知度を広めていって、キャッチーなね、広告挟んでいって、広まったからこそ、今のこの、ね、TikToker みたいな人ができたりとか、自分のメディアを拡大することができたんで、だから、うざいからマイナスになるとは限らないっていうね。だって、TikTok がうざい CM やってなかったら、僕多分 TikTok 知らないっすもん。はい、また広告の話から、タックルの話に戻ってきましたけども。高い金払ってかっこいい道具を買うことが所有感につながるので、機能面はなんとなく良ければいい派と。もちろん買いモデルよりは上であることは前提だけどというコメントなんですけど、僕これものすごく激しく同意で、要は、所有感を得たいんですよね。とにかく、気持ちよく釣りしたいんですよ。だから、正直メーカーからすればいいかもじゃかもなんですけど、男ならわかると思いますけどね、この感覚。わからない人もいると思うけど、なんかね、腕時計こだわる人とかもいるじゃないですか。なんかチラチラ見て自分の時計ね、かっこええわこれと。車とかも いるじゃないですか。カメラしかり、もう男の趣味全部そうですよね。だから多分この人も、だいぶこじらしてるんですよね。こういう人ってね、僕も含めてなんですけど、ハイエンドより下すごい買いにくいんですよ。なんでかっていうと、性能が大して変わんないのは分かってるんですよね。釣れる魚の量もほぼほぼ変わんないのは分かってるんですけど、所有感がものすごい落ちるんですよ。だからね、この所有感を得るために高い金を払うっていうのはすごい重要なんですよね。まあ、分からん人にはバカじゃねえかって思われるかもしれないですけど、分かる人はものすごい分かってもらえると思うな、これ。まあ、そういう病気があることをね、皆さんもちょっと知っといていただければなと思います。